ございます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、あ、松下先生おはようございます。昨日はお疲れ様でしたね。あの、本当にお疲れだったと思いますえ。松下先生、昨日はね、あの教室の発表会ではいで、私もあの司会のお手伝いをさせていただいたんですよね。はい、もう先生。こんな早くからもう活動ですか。すごい。昨日ね。あんな大変だったのに。 ね <laughs> あの、聞いてくださってありがとうございます。はい、昨日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ねそして、ご正解で、ねあの、88人のね、出演者で、もう本当に大コンサートでね、はい、おめでとうございました。はい、そして、すみれピアノ先生、おはようございます。えー、これ、えー、ビブリ、ビブリミュージック先生。 かなで発音はいいんでしょうかえっ、ー、と初めて見てくださってるのかなありがとうございます。はい。そして、えー、何ですか西山先生こそすごいです。いえいえいえとんでもないもう。ね、あの、うん。 私はもうな,なんだかあのいつもの通りみたいな感じでねはいあのさせていただきましたけどはいえっ、ー、とはいえっ、ー、とねいつも私ねあのこのライブではあの和製のことばっかり話してますけど、はいえー、今日も和製のことですはいで、えー、和製ってね皆さんあの どうなんでしょうねあの、知ってた方がいいと思いますそれとも別に知らなくても、あの、ね、子供たちにレッスンするのに、うん、そんなに別に、あの、知っとかなくてもいいかなとか、どうなんでしょうか先生方、あの、ね、あの、ぜひご意見をお聞かせいただきたいんですが、いかがでしょうねうん。あの、和声ってね、本当あの、知らなくてもね、 えー、ピアノ弾けるし音楽できるし <laughs> ね教えられるしうんなのですよねはいなんだけどどうなんでしょうねあのなんかいろんな場面でねあのあなんかこういう風に教えたいのにとかあの例えばねえー、っとどういう風に、えー いいいたらいいかみたいなことをこう、ね、みんなであのみんなでというかあの生徒さんとね一緒に考えていく上で、うん、その和政の知識ってないのとあるのと、うん、違いがあると思うんですよね。ねそれがどんな風なんでしょうねあの、まあ、私はね。 あの、まあ、作曲専攻したわけで、うん、なので、あの、和声とかはね、もう、あの、音大に入る、入学の前から、あの、ちゃんともう全部、あの、終了しているわけですよね。で、だから、うん、和声って、あの、わかってるのが当たり前みたいなね、私はそんなふうな感覚になっているんですが、はい、えっ、ー、と、松下先生、和声感覚なしで曲を弾くのは、 えー、地図なしの山登りだと思いますなるほどね、うん、あのつまり何も指標がなくてどこへ行ったらいいかわ、うん、からないそんな感じなんでしょうかねうんなるほどなかとても素敵な例えをしてくださってありがとうございます、うん、ですよねやっぱりあの和声の知識ってあの曲をね弾く上ではやっぱり欠かすことはできないんじゃないかなって思うんですよね。 うん、であのもしそれ知らなくてもねなんとなくあの曲の,の感じで、えー、ここはあこんなふうにしたらいいからんかだんだん大きくしていくといいんじゃないとかねあのなんとなくなんかこれあのちょっと変わったワ音がしてるから、うん、変わった響きがするから、うん、なんとなくここはそうねあやっぱり大きくした方がいいとかねうんあのそんな感じでな,なんだかこう なななななんんんととくになってしまううじゃないかなと思うんですね、うん、だからそこがねどうなんでしょうね。でその,その和音がその中でどういう役割の和音なのかみたいなことをねあの知っていたらあのまあ清津さんにねそれをあの理論的に教えるっていうんではなくてもあのそうん。 こうど,どうっていうねその問いかけこのさじあのいろいろそれでこうね生徒の,あの思ってることをこう引き出していける、うん、とか、うんあのうん、ここの和音ってどんな感じするみたいなねことが先生がねそのどういう和音かって分かっていてその問いかけてあげるのとね うん。あの、先生も、なんかよくわかんないけど、なんとなく <laughs>、っていうのとね、やっぱり、その、裏付けがあるかないかっていうのがね、あの、大きな違いだと思うんですよね。うん。ね、どうでしょう。ね、いかがでしょうか。あ、エツリンコ先生、おはようございます。はい、あの、昨日の先生のライブ、とっても素敵でした。ありがとうございました。ちょっとね、出、出かける前で、バタバタしてて、はい、あの、本当に耳だけっていう感じでね、 で聞かせていただいたんですけどあのすごい懐かしいあのねナンバーばっかりでとても楽しめましたありがとうございましたねあのシンクルームでああやって音をねこうライブで出すっていうのあのどうやってるんだろうっていうね今度ぜひ教えてくださいはいあえっ、ー、といっぱい、えー、聞いてくださってありがとうございますはいえっ、ー、と7色

おはようございます。そして、カンタービル ms 先生あ、杉本先生でしょうかね。はい、ありがとうございます。いつりんこ先生ありがとうございました。いや、本当に感謝です。いえいえ、こちらこそね。本当にありがとうございました。えっと生徒さん、ご本人が音楽の意味が分かって、音が出せるのは大切ですね。うん。 ね、そうですよね。やっぱり、あの、ちゃんと、こう言いたいとか、こう、こういうふうに伝えたいっていうのがね、それ、あの、文章とかでも同じだと思うんですけどね。うん。やっぱり、あの、本人がなんかわけわかんなくて、なんか書いてあるからこう引くみたいなね。えー、先生にこう言われたからこう引くみたいのだと、やっぱりなんかね、あの、伝わらないんじゃないかと思うんですよね。うん。ね、だから、あの、生徒さんにも、 あのこれはこういう意味なんだこんな感じがするからでもそれはあのこんな和音がこういう和音だからなんだよっていうふうなことをねあの、はい、先生の方が説明してあげてそれで、うん、生徒さんもあなるほどって思ってあのでそこからじゃあ自分だったらどうしたいかなっていうこのねあのいろんな。 発想がねね出てくると思うんですよ、ねうん、だからやっぱりその伝わる演奏、うんあのー、感動させられる演奏っていうかな,、うん、なんかそういうためにはやっぱりその、うん、ハーモニーの裏付けっていうのはね絶対必要だと思うんですよね。うん はい、えー、和声の知識はやはり音楽の基礎体力の重要な一つですねはいありがとうございますね本当そうですよね基礎体力うんそれもあのとても素敵な表現ありがとうございますそうそう基礎体力ですよねうんだからやっぱりそこがきちんとしてないとすぐにこうねあのへたってしまう、うん、っていうことですよねやっぱり体力ないとねあの、うん 持続していいけないですからねうんそうそうそうだからあの逆にねあの和製分、うん、からなくてもでも演奏できるかもしれないんだけどでも、うん、音楽やるんだったらその和製の知識ってやっぱり知らないと逆にもったいないと思うんですよね。うんでその 和音ね、和声って要するに和音の響きのつながりがどうなってるかっていう、うん、ことを学ぶものなんだけど、あの、ヨーロッパの音楽ね、今私たちがやってるあの音楽って、やっぱり、あの、そのハーモニーの上に成り立ってるんですよね、うん。だからその、あの、地盤というかな、土台になる、その響きの、えー、理論、うん、どういうふうになってるかっていうのはね、やっぱり、あの、絶対、 知っておいた方が、うん、得しますよね、うん、得だしでやっぱり知ってた方があの楽しいしまあねあの物事何でもそうですよね知らないより知ってた方がいいに決まってるしあのその方がね絶対楽しいし、うん、豊かな人生になると思うんですよね。うん、なのでなんかそういう意味でもね、うん、もうやっぱりあの音楽やるなら音楽を教えるならあの和製。 もうきちんとね分かっててほしいなって、うん、私は思うんですよね。はいなので、えー、そのねわせやっぱり苦手とかよく分かんないっていうね先生方も結構あのいらっしゃるんですけどもね、うん、あのそれはねあのなんかこうきちんとねその一番基本になるところを吹っ飛ばしていきなりこう課題をね うん、やった経験があのこうトラウマになってて苦手とかね。<laughs> で、結局、わ、あのー、からないままになってるんじゃないかなってね。そういう気がするんですね。私、うん、も,うもう何年前からか和製学び直し講座っていうのを始めて、まあそのきっかけは、あのー、ピアノの先生でこう和製的なことをね、質問されることがこうすごく多くて、うん、例えば、あのー カノンの39番のの番スケールのねあそこにくっついてるあのカデンツの,あ,のあれはあのコ,ードコードネームもだけど何度の和音かっていうね。うん、でそんな質問をねされることもあったりとかであの例えばブルグルムエラーのあそこの和音ってあのど,うどういう和音なのとかねそんなことを聞かれることも随分あ,あって。であのあ そうか先生方結構ねあのやっぱりあのそういうところがあのきちんと分かってない先生が多いんだなと思ってそれで、うん、和声学び直し講座っていうのをねちょっとあのやってみたんですね。そしたらあの先生方ぶ分たくさんあの、ね、受講してくださって、うん、それでやっぱりねだからちゃんとあのゼロからというかねその一番もあの基礎的なことを、うん、まずしっかりあの 分かってしまえばそうしたらあとはねあのそんなに難しいもんじゃないんですよねむしろあのパズルみたいで楽しいんですよね。うんであの例えばソプラノをこういうふうに変えたらそしたら内省は必然的にこうあの変わってきますよね。とこっちをこうすればこっちはこうなるみたいなね一種パズルみたいでねすごい楽しいんですよ。うんで、えー でもね、私がそういうふうに言うと、あの、うん、先生は作曲家だし分かってるからとか言われるんですけども、いや、だけど私だって、あの、そもそもは何も分かってなかったわけですよね。うん。で、えー、ひょんなことから、あの、作曲家で受験することになったから、高校に入ると同時に、あの、受験準備のために和製やって、逮捕やって、それであの、入試にね、 うん、あの曲を作るとか和製の課題とかあるから、で、そのために、あの、うん、もうしっかり叩き込まれたわけですよね。だから高校時代はね、もう、あの、学校の勉強よりも、その和製のレッスンの方が、あの、メインみたいなね、生活をしてたわけです、うん。だから、で、そこで、あの、しっかり学んだから分かってるわけなんですよね。うん、だから、先生方も、あの、別に、あの、今更なんて思わないで、あの、今から、 うん、あのいつからでもこの、ね、学びってできるわけですから、うんあのえー、生徒さんによりあの音楽好きになってもらうためにもねあのそういうところがこう興味持ててあの、うん、こうピアノ弾けてたらもう本当に大人になってもね、うん、楽しんでくれるんじゃないかな。だから要はあの ね、この子どもたちが大人になった時に音楽を楽しめる人になっていられるように、えーね、子ども時代にあのできるだけ興味持ってもらうそういうあのレッスンをねしてあげたいと思いませんか、ね、で,でそういうレッスンをしてあげるためには、うん、やっぱり和稲はね やっぱり絶対必要なんですよね、うん、だからあの知っ取く方が絶対いいし、うん、知らないと損しちゃうしもったいないしでねそう思うんですがエズ、はいえー、リンゴ先生、えー、音楽の世界のカラーが分かる気持ちの違いをより表せるのがハーモニーの力かなと思います。 はい、ありがとうございます。うん、本当にそうですよね、うんあの。そのハーモニーの響きの違いによってその音楽の世界がね、変わりますよね、うんあの。いわゆる曲奏と言ったらいいかな。どんな曲かなっていう、そのどんな曲になるかっていうのはあの、うん、メロディーラインももちろん影響はしますけども、それよりも絶対その響きのね、つながり、ハーモニーがあの 一番その曲奏を決定づけるんではないかなって、はい、私思ってるんですね。うん。なので、はい、一生もののツール。そうです。はい、本当に一生ものですよね。うん。一回、あの、きちんと。 覚えてしまえば、本当にあの一生ものですからね。はい。なので、そう、あの、もう今更ね、なんて思わないで、あの、今更ではなく、今から、あの、ぜひね、その、苦手と思ってる先生は、あの、ぜひ、和政をね、うん、あの、わかるように、得意になってほしいなと思います。はい。それで、えー、お知らせなんですが、えー、実は、あの、明日、 うん、和製学び直し講座基本編というのをあのやります。もう本当に久しぶりなんですけどもね。あの、たまたまお問い合わせがありまして、あのその先生はねあの、うん、耳コピーとかはできるんですって。だけど、そのハーモニーがどういう役割なのか、どういう、うんあの 理論的にどういうものなのかそういうことが全く分かんなくてでそれを知りたいって、ね、おっしゃるそういう先生があの問い合わせくださって、えー、それで、えー、明日、ね、やることになりました、うん、でこの基本編っていうのはだから和政をあの学ぶために絶対知ってないと困ることをあの説明して。 それで、実践一緒にあ明日の朝9時半から12時半、はい、3時間って、えー、すごい3時間もって言われるんですけどもあのそこを、ね、きちんとあの、うん、分かっていただくためには3時間は必要なんですね。うん、であの、あっという間に過ぎちゃうんですよ。で、そこがしっかり分かったらそこからあの、うん、和製の あの勉強が始まるっていうそういう、えー、感じの、うん、本当に基本の木のそのまた木みたいな <laughs> あの講座なんですけど、えーとまあ、今日の,あの午前中お昼までにぐらいに、あのー、お申し込みくださればあの間に合いますのでもしねあのやっぱりやってみようって思われた先生は是非是非ねあの連絡ください。 してくださいお待ちしてますもうね本当に、うん、一人でも多くの先生にあの和政ねちゃんと分かって得意になってもらってそれでよりあの楽しくってよりこう、ね、あの幅広い、うん、で子どもたちがあのそういうことにあの音楽によりこうの興味を持てるようなレッスンを、ね、していただきたいなって本当にねあの思うんですね。はい、なのであのもし あのね、ご都合ついたら明日ぜひ参加してください。はいあのお申し込みは、えー、とこのインスタの,あの説明欄説明欄じゃないプロフィール欄ですねに「y m u s i c e c o d っていうねあのリ,ンクリンクのまとめサイトがありますので、はい、あのそこから行ってくださるとあの申し込みのフォームもあ,のありますのではいお待ちしております。はいえー、と わ、わ、あ、こと、さんかなあ、ありがとうございます。はい。そして、つりんこ先生、今日もありがとうございました。ここで失礼します。いえいえ、お忙しいところ、ありがとうございました。はい。では、あの、私も、はい、この縁で、今日は失礼したいと思います。はい。えーとね、来週は、ちょっと、できそうもないんですが、また、あの、その次の週、あの、よろしくお願いします。はい。では、ありがとうございました。失礼します。 だわー。